兄弟も親戚一同みんな向こうなので、私もそうですけど主人もそうなので、あの警戒区域、今の富岡町が出身ですので、いやもう何が何だかわからない状況で、母の消息が一番大変でした。見つけたのに20日以上かかりました。体調がひどく悪くてもう立てない状況で、でなんと認知症になっていて、認知症のまま介護施設にいて、でそこで慣れない土地での生活っていうことで急に体調を悪くして今年亡くなりました。高齢だと現状に馴染めないっていうか、現実を受け入れられないというか、そんな感じですね。地元にいた時にはしっかりしてた人がもうほとんど認知症を発症してますね。草に石鹸されてるっていうか、侵略されてるっていうか、もうなんか痛みがもうものすごいんですよ。商店街の入り口に入ったところで車窓閉めてマスクかけてるんですけど、ものすごいカビの匂いで、一歩路地に入ったりするともうどこまでがアスファルトで、どこまでが草むらだかわからないですね。アスファルトのところにも緑色の苔が生えてますし、なんかこう人が進まなくなって1年半こんなになるんだっていう感じ。去年の6月に各世帯1人だけっていうことで行ったんですね。こういくら写真で見せても映像で見せても言葉で話しても伝わらないと思ったんですね。ちょっと主人にお願いして、あの次の一時帰宅は一緒に行ってほしいと、あの場に行かないと、あの空気に触れないとわからないことがいっぱいあると思うし、その現場を一緒にこう共有したっていうだけで言葉いらないぐらいのものがあると思ったんで、その後一緒に行ってもらって、私が言ってた意味がよく分かった。あれは本当にその場に立たないと分からない。原発事故はやっぱり深刻だと思います。それですぐに復興できるものだとは思いません。私たちが今できることって考えて、何かあの地元を元気にしていくこと、そこから福島を元気にしていくことができないかっていうことを模索していこう。そういうのを今始まろうとしているところです。Thank you.